はい、皆さんこんにちは、ワタルグルビッシュです。では今回はギレンの野望セガサタン版ジオン軍編、続きをプレイしていきたいと思います。前回はですね、アーバーワクーの攻防戦、連邦軍が星1号作戦を発動したことによって発生しました。これをなんとか撃退しましたので、今回は逆にルナ2の攻略戦を仕掛けていきたいというふうに思います。では早速時間を進めていきましょう。ギレン閣下、親衛隊隊長がお見えになっています。ここでエギユデラーズとアナベルガトーがルナ2攻略作戦の発動提案にやってきましたので、このイベント見ていきましょう。ルナ2、あの要塞にどれほどの価値がある？ルナ2そのものにはおっしゃる通り価値はありません。必要なのはその空域とサイド7にあります。建設中のコロニーか。サイド2のコロニーは大きすぎてコントロールできず目標を外してしまったが。はい、サイド7ならば確実に。それともう一つ、この作戦を確実に遂行するためにも封印された核兵器の使用を許可願います。これらの提案についてギレンザビは即答を控えたという。コロニー落としと核兵器の使用、すなわち南極条約を破棄するということだったからである。ではいよいよルナ2攻略戦を発動していきます。舞台の大部分はもうルナ2の周辺に展開が完了しています。でさらに後続でですね、ソロモンからピストン輸送でドムをね、送り続けていこうと思いますので、長期戦になっても戦えるようにしていっています。宇宙要塞ルナ。で生産はゲルググの量産型が完成してますので、ゲルググの、ね、量産型に切り替えていきましょう。まあ、しばらくの間はリックドームとこのゲルググの量産型でね、戦線を支えるということになるかと思います。では全部隊侵入できる人から侵入していきます。ではルナ2の拠点攻略戦入ります。まあ、全体の部隊の半分ぐらいを侵入させました。ルナ2かなりの大部隊になっているので、まあしばらくね時間はかかりそうかなと思うんですけども、しっかりね攻略戦進めていきましょう。攻略戦するにはだってやっぱり優秀な敵の艦長クラスからね撃破していくのがまあいいのかなとは思いますんで、まあちょっとね時間をかけてしっかり攻撃していきましょう。この数はねやっぱ相当多いですね、敵の数が。で一応ここにですねガトーがいまして、ガトーは核武装のザクに乗ってます。まあ、だからといってむちゃくちゃ強いというわけではないので、まあ、射程が4あるっていう以外特筆すべきはないユニットにはなってます。まあ、ただ最初から拠点に入ってくれてるっていうのはね大きいので、まあ、しっかりね拠点攻撃を行っていければいいかなというふうには思っています。これだけの大部隊を相手にするので、まあ3ターン4ターンぐらいでかかるというのを覚悟して、かつソロモンから部隊をね常時追加していくっていうことをまあ考えながらですね戦っていくことになろうかと思います。まあ、その中ではやっぱりシャア専用ゲルググ、あとはブラウブロ、シャリアブルですね。それに3年生含めたエースパイロットの働きがねないと攻略やっぱ難しいので、しっかりエースパイロットにはいい働きをしてもらいたいなというふうに思います。松永の加盟に新松永もね専用ザクからもうリックドームに乗り換えてもらって、負けるわけにはいかない。まあでも向こうももうな事務コマンドだもんな、これ普通に攻略戦を行ってもなんか勝てる気がしないな。なんか全滅してしまいそうな、そんな予感すらしますけど、ルナ2の攻略戦は一筋縄ではいかないな。早速新松永が撃墜されそうな、そんな勢いだな。ククルスドアンも危ない、まあ、シャリアブルがここで踏ん張ってもらうっていうのが一つですかね。
ガトーが早速撃墜しまされました。このガトーがついえようとも、まあ、ただ一度拠点に侵入さえしてしまえば敵の生産を止めることができるというのはありますので、まあ、長期戦でね、ひたすらソロモンから部隊を送り続ければいつかは勝てる戦いになると思うので、まあ、ちょっと長期戦を覚悟でやっていきましょう。さて、思っていたよりもはるかに敵が強い、多いですね。まあ、次々にエースパイロットがやられてるというのもありますけども、数がねやっぱり全然違いますね。ちょっとどうにかしないとこのままやられてしまう可能性があるので策を練りたいところなんですけども、策を練るにも数がちょっと足りていないので、まあ、とりあえず侵入し続けるということが大事かなと思うので、そうだな、まずはシャーとシャリアブルが生存し続けることっていうのをね、第一にちょっと考えてい、こうかなと思います。とにかく彼らが残ってくれないとこの先のね戦いもきつくなってきますので、まあ、第一にも二にもまず彼らがちゃんと生存してくれること、これをちょっと最優先に考えていきます。グアジンが撃沈されましたね。いや、なかなかきつかったな。まあ、敵部隊の4分の1ぐらいは撃破しましたが、味方の方は、まあ、シャリアブルを除きほぼ壊滅という状態になりました。まあ、ただ、まだ次の、ね、部隊も投入できますし、先ほどお話した通り、次から次に、ね、ピストンで、部隊を、ね、ソロモンからルナ2に向かわせていますので、長期戦で、戦っていきたいと思います。ジオンと連邦、かなりの消耗戦になってますが、なんとかね、ここまでたどり着きました。もうここの拠点を取るという作戦に変えます。数ではね、まだ連邦軍の方が有利かなと思うんですけど、敵のね、中心地、拠点の中心地を抑えようということで、うまくね、ゾーンオブコントロール使って敵をね押し出していってるというところです。もう敵の数気にせず、なんとか拠点を取りに行こうという作戦なんで、拠点の周りを味方のユニットで固めてます。まあ、ここまでに3連星とかもね、やられちゃったりはしましたけど、シャーとシャリアブルは健在ですね。悔しい。ようやくルナ2の本拠地、そこが見えましたね。長かったな。ここは本当にきつかったですね。敵の数がやっぱりすごく多い。まあ、ただあとはね、真ん中を制圧していきて、残りのね、残党軍を潰していけばいいかなというところまでようやく来ましたね。では制圧していきます。これでルナ2占領完了になります。報告します。ジャブローはこれよりも抵抗が激しいんですかね。成功しました。ギレン閣下、まあ、コロニー落としをするかしないかというところですね。では今回はね、ルナ2の攻略作戦をおりましたので、ここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。第2次ブリティッシュ作戦を提案します。